こんにちは。今回は、男性の、本気の洗顔をやってみたいと思います。で、使うのがこちらのエマルジョンリムーバーといつかの石鹸、この2つを使ってやっていきます。まずはこのエマルジョンリムーバーをつけていきます。これは洗顔とかで落としきれない毛穴に詰まった皮脂を浮かせてくれる効果があります。まずこれをしっかり顔全体に、スプレーをしていきます。で、結構しっかりですね、ポタポタ垂れるぐらい。で、次は先ほどのいつかの石鹸ですね。さっきの石鹸はプロテアーゼっていう酵素が入ってて、しっかり汚れを落とすことができます。で、30秒ぐらい泡のついたまま泡パックすることで、より効果を発揮するので、使われている方はしっかり時間を置くっていうのがポイントですね。あとは泡もちゃんとしっかり立てること、こういう泡立てネットがあるとしっかり泡が立つんで、こういうのを使うのがおすすめですね。こんな感じで泡立ちました。で、この後洗っていくんですけど、ゴシゴシ洗うんじゃなくて、どちらかというとこう優しく転がすみたいな、泡を転がすみたいな感じで洗っていって、で、その後に先ほど言ってた泡パックをしていきます。で、時間がしっかり置けたなと思ったら、ぬるま湯でしっかり流していきます。はい、こんな感じですね。で、僕もずっとこのいつかの石鹸を使って洗顔してるんですけど、僕肌が弱いんですけど、結構普通の、強い洗顔っていうか、他の洗顔使うと肌がこう突っ張ったりパリパリしたりしちゃうんですけど、これはそんなこともなくて、でもさ、ちゃんとこうさっぱり洗えてるんだけど、そのピリピリもしないということで、結構僕はもうずっと気に入って使ってます。で、男性だったらやっぱこういちごバナとかそういったものが気になると思うんですけど、まあ、それもさっきのプロテアーゼっていう酵素が入ってるんで、そういう汚れを浮かしてちょっとこう肌を白くするというか、そういう毛穴の、皮脂の汚れにも効果があるんで、そういった方にもぜひおすすめです。で、最後やっぱ洗顔した後はうちの M3.5 とかでしっかり保湿をしてあげると完璧だと思います。よかったら使ってみてください。